まあ、今日は軽く話したりしていきたいと思います。ぜひ質問があれば、はい、質問があればぜひ質問してください。ということで、お久しぶりです。皆さん超元気です。サプライズって何？サプライズはあのトーク会の最後にファンの方にしていただいたんですけど、私の目がちょっとあまりよろしくないので、あの間違ってたら申し訳ないんですけど、多分おかえりありがとうっていう、こうなんていうの、文字ボードみたいなのをファンの人が持ってくださってました。嬉しかったです。ありがとうございます。イエーイ。合ってる？そう、なんかびっくりしちゃった。でもさ、やばいの、今日ね超人気メンバー並みだった。全身こんな感じ。これのあと下がスカート、そのまま全く同じ柄みたいな。合ってますか？よかったです。今日歩きすぎてちょっとさ、ふくらはぎがパンパンなので、ちょっとふくらはぎのマッサージをしながら、生きていきたいと思います。今日すごかった。そう、なんかね、ありがたいことに、私いっちゃん端っこのレーンだったんですけど、すごいね、たくさんの方が遊びに来てくれました。すごい、本当になんか、ま、ちょっとさ、最初の方はやっぱ途切れ途切れでしたけど、もう最後の方は途切れることのない列でした。もうありがとうございます。めいちゃんの配信ないの寂しかったなって、ありがとう。明日誕生日、オッケーオッケー、お祝いする準備できてるよ。はい、時代は中坂ということで、リップ濃いな。あれディス、またディス。そう、日比、やばい、見て、日比谷、やー、日比谷やおんの、そう、アイドルスクエアのライブにも出演させていただくことが決まりましてですね、もうありがたいです。嬉しいです。お久しぶり、みんな。そう、あと何言うような質問ありますか？行こうか迷ってる。え、待ってるよ、全然、超待ってる。でも結構たくさんの方が行くよって言ってくださって嬉しかったです。中ちゃんの時代、そう、時代は中坂ということで、私仕事嬉しいです、ありがとうございます。お、楽しみにしてます、皆さん。あ、復帰おめでとうだって、ありがとうございます。好きお披露目した会場だよ、知ってるよね。そんな場所に立たせていただけることがもう幸いでござる。夏休みの宿題ですか？まあ長坂はのんびりのんびり頑張っております。ゆる気はないです。はい、ずっと家での生活だったの。はい、ずっとこの部屋にいました。そう、まだちょっと完全にね、除菌とかできてないので立ち入りは禁止ですけども、私以外。はい、全く同じ時期に俺もコロナになった。大丈夫でしたか？そう、療養期間は何してましたか？ゲームと YouTube と TikTok の繰り返しをしてたんですけど、最後の方はなんかした方がいいなって思ってブログ書いたり、髪の毛の練習、ヘアアレンジの練習をしてみたり、あとはいろいろしてました。あと生誕くじ作ってました。でも大丈夫、安心してください。あの、触れてないものです、あれです。アルバムとかは、チェキとかは作ってないです。あの、あれを作ってました、ステッカーとトレーディングカードを作ってました。あと何したかな、そんくらいです。
味はします。食欲がバグでありました。超食いました。宿題はしてないですはい。あとは何が聞きたいですか。あ、熱は出ましたね。1日目に 9.3 まで上がりました。でもこれがマックスだったので、まあまあ大丈夫でしたけど、皆さん大好き、大好きじゃないですけどみんなよくバカにされますけども、解熱剤、解熱剤を初めて飲んだんですけど、効果の実感がやばかった。もうなんかびっくりするぐらい一瞬で熱が落ちました。落ちました、下がりましたはい。そう、あとは喉が激痛で、そう喉激痛でやばかったのと、咳も出ました。でもそんくらいです。でも熱は2日目の夜にはもう下がってたんですよ。で解熱剤なしでね。で喉は4日目とか5日目で痛かったしけど、もうそっか、でも咳が一番最後まで出ましたね。でも長坂はこの10日間でもう完治と言っていいほどに治ったので、はい、味覚はありましたね。だからお菓子と長坂のこれお友達でした。自粛期間中一生飴舐めてたはい、お久しぶりです。PCR 検査は、まあ、痛かったですけど一瞬だったので平気でした。そう、錠剤は飲めたのっていうご意見が多いのですごい話をさせていただくんですけど、中坂みなんと錠剤がですね水で飲めるようになったんですよ。ただ今回喉の痛み止めに処方されたのがなんとカプセルだったんですよ。でカプセルは初の試みで頑張って飲んでみようと思ったんですけど、そう頑張って飲んでみようと思ってこうやったんですけど通りませんでした。喉通りません。はい、錠剤は飲めるようになったんですけど、やっぱカプセルがダメで、でお薬飲めたねだったら飲めたのでそれで飲んでたんですけど、5日目とかでなくなっちゃってお薬飲めたねが。そうでもなんかもう5日目くらいから喉痛くないから、もう喉の痛み止めやしいいやって思って飲んでない。そうでもまあまあまあ薬はねなんとか飲んで生きてました。なんか中坂はあんま鼻とかには来なかったですね。本当に何もないです今のところ超元気。でもちょっと疲れてるように見えるのは久しぶりに動いたからそう、まあまあまあ元気でしたそう、効果は多分あると思います。ご家族は、まあ、お父さんがちょっと出張でいなかったんですよ、成り立ての頃、まあ、最後の方帰ってきてたんですけど、でだからお父さんは全くです。でお母さんが、まあ、かかってるかなって思ったんですけど、お母さんも PCR 受けたなんてなくてそうなってなくて全く症状もなく抗原検査でも陰性だったということで、お母さんはかかりませんでした。すごいね、はい、無敵です。私の母超元気だよ。そうそう、心配で体重が増えたです。中坂も体重増えたかなって思ったけど増えてなかったです
でも減ってもない。そう、家族に移らなかったのが良きでしたね。今日の服感暑いでしょ。あとはなんか質問ありますか。そう、みんなからの質問に答えようの回。そう、まさか神でしたね。プラマイゼロです。多分寝るのにめっちゃカロリー消費するタイプなんで、みだからだと思います。そう、変わらない感じです。ショールームはでもそんな見に行ってないです。ちょくちょくは覗きに行ったけど、でもがっつりは見てないですね。そう、みはなんかなんなら顔パンパンになったと思います。食事は喉を取りましたか。なんかびっくりするくらい食欲だけはあったので、超ね食べてました。本当にバク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 食い。なんか一人前ペロッといけちゃうんですよね。復活祭、とりあえず元気そうな姿でよかった。ありがとうございます。休みの間に始めたシーンみたいなのある。ゲームが300レベルくらいレベルアップしました。毎日アイドル救済の申請というものが中坂には分からないのであれですけど、まあ、どうにかなってたらいいなと思います。そう、とりあえず15分経つのを待ってるんだけど、中坂は。そう、いっぱい寝ましたね。検討を終了しようとしたけど、なんで検討を終了して押しましょうよ。ね、継続できるんだ、すごい。謎は解けてない。とりま15分経つのを待っている私は。他の例に並んでたって言われてビビりました。なんかさ、すぐ見かけた気がしたんだ。気のせいだった、ごめん。15分で終わり。いや、なんだっけ、1時間半します。みんな詳しいな、ももたんに。今日は多分出ないよ。本当に。推しの尊さを認識しました、だって。ありがとう。暑いのでマックシェイクが美味しかった。いいね、あれ飲みたいの。マンゴーのフィズ、マックフィズ飲みたい。ポートメッセもセミが鳴いてた。それな、すごかったよね。びっくりしました、みも。あー、夏だって。でも中坂は虫嫁この10日間ずっと聞いていたので、はい、あ、中坂は美優ね、すごい耳が良くなったんです、この10日間で。なんかね、すごい耳が良くなった。今日はトーク会終わりに、プチカフェみたいなキッチンカー飲みに行こうと思ったんですけど、やってませんでした。今何かしたいことはありますか。今したいことは GU に行きたい。クソみたいです。クソじゃないですよ、全然。君はもう GU の新作に、ほら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 出たやん。そう、 GU に行きたいんだ。よかったよかった。よかったです。長坂はなんかチケットがねめっちゃあったから、多分継続そのままできるかなって思ってたんですよね。対応っていうか、なんかあるんです。なんか何日間までなら救済措置があるの。ミュウはその
期間内だったのでチケットで行けました。 GU は行くだけで買い物をカゴに物が入ってるっていうすごいね、ね、謎のお店なんですよ。だから自由に行きたい。最後に自由に行ったのはいつだろう。もう最近本当にもうめっちゃ週1とかで行ってたので今10日間行けてないから行きたいです。でもめっちゃ忙しかったやん、なんかそうだから行きたいです。多分2週間くらい行ってない。そう、自由の店員になりたい人生でした。でもさ、なんかさ聞きたいけど聞けないよね、店員さんに。タワー？タワー？え？タワー？何その特殊なバグ。一旦配信止めてもいいですか。なんか坂のところにタワーが表示されない。なんで、どなたが投げてくださったの。なんかそこも反映されてないんだけど、なんでなんで。初めてサイン会申し込みました。ってありがとう、楽しみにしてます。更新できないんですよ。回してみる。あ、出てこないな。あ、でもありがとうございます。更新できない配信中。あ、ありがとうございます。なんか今日でもアバター変わってたよね。何になったんだい。ちょっと一瞬止めます。復活しました。更新っていうかちょっと一旦止めたらですね、復活したのでありがとうございます。何のアバターだ。パンダですね。ありがとうございます。嬉しいだけ。今日は10日間休んだ自分にご褒美を買いました。何を買ったかと言います。うわー、まあ、夏休みだしね。夏休みということでですね、なんともうこんなの買ったら親に怒られちゃうんで、ツイートとかしないでほしいですけど、水してもいいですけどね。もっと買ったかな。じゃーん、じゃーん、なんとネイルを、なんとかな、12345678910本買いました。イエーイ、復活記念でどうぞ。だってありがとう。ロイヤルクマセアンタワーですね、はい、10個買ったんですけど、これだけじゃなくてこのねネイルを入れるケースも買ったし、もう可愛いキラキラも買ったし、筆も買っちゃった。貼るだけでネイルになるシートみたいなのも買いました。で、なんか板も買った。さえなかったかネイルチップとシールも買いました。はーい。で爆買いしましたけれども。まあ、でもなんかそのなんかどんなネイルをしようか全然想像がついていなくて。
だからなんか何色買っとけばいいかなって思った。水色買えばよかったなと今ちょっと後悔してるんですけど、この色が一番可愛いです、オーロラ。だからね、夏休みだし、まあ多分ZIPツアーはしないと思うんですけど、そう、あのネイルを地爪にするつもりなくて、ネイルチップにしようと思っているので、はい、全部違う色です。これはベースコートです、これはトップコート。だからベースを塗って色塗ってトップコートでカバーみたいなね、はい、でこれはすごいキラキラの色です。すごい水色っぽく見えるよね、でも透明でめっちゃキラキラが入ってます。はい、これは何色、オーロラホロ、ホログラムですね。で赤、赤はこんな感じです、真っ赤。赤かわいいな、ちょ漏れそうです液が、気をつけないと。で黒、そう黒、真っ黒です。でコーラルピンク、こういうピンクです。リップとかに塗ったら可愛いと思うんですけど、塗りませんけどもね。でこれはグリッターのシルバーです。はい、こんな感じ、キラキラです。もういくね、もうねグリッターが可愛いなという感じで、これはメルピンクみたいな、ちょっとよくわかんない、あミルクピンクですねはい、ミルクピンクめっちゃ可愛いの色、超欲しかった色なんです。髪伸びてないよ、お久しぶり。なんで無音なのそう可愛い。でこれが白です。白も普通に可愛い、白がね欲しかった一番。いつ買ったの、今日買いました。今日初めて中ちゃんのトーク行ったけど楽しかったですって、ありがとう、やったね。でこれがオーロラ、みんなが気になってるやつ、すごいの、ほらなんかさ画面だと伝わらないんだけど塗るとめっちゃオーロラなの、どん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 。前髪は切ってないですね、前髪を最後に切ったのはZIPの前日です。はい、これを買いました。多分一番最初に使うと思う色はミルクピンクと白と赤ですかね。オーロラ可愛いでもっていう紹介でしたロングトーク会は1回25秒です。ファンの方が言ってた、測ってたらしい後ろで。そう JR 並みの列でしたつけた様子、楽しみ見てください。見てください、爪めっちゃ短いの今そう楽しみにしててください。まとめログで中ちゃんまとめられてる、マジまとめに過剰反応するアイドルだからめっちゃ。レッスンはネイルしていいの、わかんないです、でもしたいからする。なんか基本的になんか学校だからダメじゃん、だから夏休みだからよくねっていう、まあ、なんか坂美ちゃんの反論。仕事なんかさ、カメラが入るお仕事なら見はしない方がいいと思うんですけど、カメラ入らなければよくねって思っちゃうのが長坂美優ちゃんですはい、そう、美優はそういえばワクチンは2回しか打ってなかったんですけど、2回の割に軽症でしたね。でもさ、みんなさネイルしてるやんって思わなかった？さ、アナンちゃんとかもさめっちゃ爪可愛くて、え爪可愛い、アナンちゃんがの爪が可愛くて、あの
ネイルしようって思ったんだよね。そうだからね、買ってきた。そう、青海さんの今のネイル超好きなんですけど、誰かさ共感してほしい。そう、あんなちゃんのさインスタグラムのなんか誕生日の投稿が多分ねネイルしてるんです。めっちゃ可愛いって思って、そうちょっとね買っちゃいました。みゆも光らないですね。光るネイルなんてあるんですか？なかなかないですけどね。そう、ぜひ見てみてください。 SKE 公式がさストーリー上げてるの可愛くない？最近仲いいです、公式の方と。モータン終わってきました、おかえりなさい、ありがとう。なかなかみや元気です。アホミさんのネイル暗闇で光ってた、すごい。日比谷野外ライブ買いました、だって。あ、楽しみにしてます。青白レンジ振ってね、イエ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 イ。そう一人でね一袋のポップコーン食べたりしてました。あとはコードブルーも見ました。ふみちゃんすごい名言ですね、謎言。同じくモータンから移動してきました、復帰復活おめでとう、復活おめでとう、ありがとうございます。あ、やお、もう本当にめちゃくちゃ楽しみしてます。推しメン多いもんね。美容カメラの中ちゃん可愛かった、ありがとう。そう、映画放送室、そうなんですよ、マジで食欲すごいな、食欲やばかった。アイス1日に2本食べたりしてました。なんか動かないと人って食べたくなりませんか？同時に見てました、器用ですね。楽しかったんで次は買い増ししますね、だって、ありがとう、嬉しい。みも今日超楽しかった、なんかすごい一方的に喋ってしまった時もあったので、そこはちょっと申し訳ないなと思いつつ、みんな本当にそんなこと話していいんかよみたいな話ばっか振ってくるから面白かったです。でも太ってはない、体重は変わってない。龍騎会に誕生日迎えた方、でもいると思う、ツイートしてたよね、今日さトーク会で言えばよかったみたいな。早速エゴサしてんの、かわちい。普通のトーク会も楽しみよ。そう、30th シングル、でも契約申請してください。28日誕生日でしたよ、だって。お祝いしましょう、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアフフさん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。そうですね、やっぱあなたの人生において中坂美優は、必要不可欠なものだと思うので、やっぱなんかあの人生を中坂美優と共に歩んでいってくれたら嬉しいなと思います。これからも一生中坂美優ちゃんのこと大好きでいてください。お誕生日おめでとう、イエーイ、おめおめ。なんか SNS はなんかやっちゃいけないものだと思ってて、なんかわかんない、私の中での線引きを勝手にしてただけなんですけど、はい、なんか私は報告とかはいいと思ったんですよ、まあしなかったけど報告はいいと思ってたのね。最初コロナになりましたとか復活しますみたいなのはまあみゆの中でいいと思ってて、
それ以外の SNS はあんま動かさない方がいいのかなって勝手に思っていたので、てか動かしていいならショールームしちゃうし、みゆそうだから、そうリツイートくらい、リツイートはなんかかすかやんかすかやん、だからかすかにねリツイートくらいさせてって思いながらしてましたけど、そんな感じです。だからちょっと全く動かしてませんでしたけれども、申し訳ねえ。はい、中坂判断です。サイン手形抽選交わしてもらいました。ガチ？ありがとうございます。大丈夫、バレないですか、もしめにパパサカって、でもパパサカはね、ミユの病状全然知らなかったんですけどはい、のんきにね大富豪やってますけども、まあまあでもよく対戦、あのパパサカの相手をしてくださってありがとうございますはい、肩冷やさない方がいい、冷えてるかな、焼けたかなって思って今日、焼けてない、焼けてる、焼けてない、変わってないよね色、大丈夫だよね。そう、パパ坂はねあれだったね、出張行ってたから知らないんです、みゆの病状。なんかね5日目くらいに電話がかかってきました、初めて。3日前に中ちゃんから誕生日おめでとうのモバメが来ました。じゃあお祝いしましょうよ、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアンさん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとう、イエーイ、誕生日おめでとうございます。やっぱね今日なんかすごいさ、契約さ、契約希望者の皆さんはさ、やっぱ古くから中坂のことを応援してくださっていると思いますのでね、もっともっともっとあれしてほしいんですけど、特にやっぱ遠くから応援してくださっていらっしゃるのでね、私も遠くにいてもたくさんの愛を届けられるような存在になりたいと思いますので、はい、毎日中坂みゆに愛を届け続けていただけて一生ラブラブチッチでお願いしたいなと思います。お誕生日おめでとう。そうね、今日さ希望してくださったお二人は本当に遠いわね、遠い遠い、あーすごい、ふくらはぎをマッサージしたら柔らかくなりました。なかなか行けなくてごめんね、全然だよ、気にしないでください。契約ありがとうだって、ほらみんな契約ありがとうって言ってる人いるんだから、もっとみんなも感謝してください、契約契約実はワイも天使ちゃんと共に年を重ねました。おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアンさん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとうございます。いいですね皆さん、あれが契約希望者がいっぱい、嬉しいですみゆちゃんは。はい、ということでですね、どうしようかな、いやでもやっぱショールームでたくさんのね中坂への愛を伝えてくださってくださってると思うので、まあ、いつかお会いできたらなとか思いながら、これからも毎日ショールームを見て、もうずっとずっとずっとですねショールームを見てコメントをして中坂に愛を届けて毎日毎日愛を届けて、ショールームを見て、あ、中ちゃん好きだって携帯に叫びたくなるような一生にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、もっともっともっと
もう大好きだよって毎日中坂美優に向かって叫び続けてください。おめでとう、一緒ね契約したからモバイル推し設定中ちゃんにしました。あー、やった、ありがとう、イエーイ。あれでもいい、やまびこでもいいです。毎日やまびこ、長坂美優が好きだ好きだ好きだみたいなね。今日から契約済み、今日契約なの、今日の券取ってたけどいけなかった、ピエン。すごい、なんかさ、結構今日券をさ干してしまった方がさを聞いてるんですけど、すごいなんか申し訳ないですね。じゃあ今日の中坂美優ちゃんのロングトーク会模擬みたいなやりたいと思います。あー、久しぶり、元気だよ、超元気、マジ超元気だった、うん。何してたかな、結構暇してました、ずっと寝たりゲームとか、そんな感じでした。何してたんですか。あ、絶品見ましたか。見た、何が良かった。あー、全部可愛かったよね、わかる、みゆちゃんも可愛いから。てか今日の衣装可愛くない、このツインテールとさ相性が良すぎてさ、もう超可愛いよね、わかるわかる、いっぱい可愛いって言ってください、お願いします。じゃあまた待ってます、ありがとう。はい、こんな感じでした。もっと元気だったはい、もっと元気だったらしいです。はじめましてバージョンお願いします。はじめまして、ありがとうございます。なんでミユのこと好きになってくれたんですか。ねえ、嬉しい、ありがとうございます。これからもね、可愛い長坂ミユちゃんをいっぱいお届けしていくので、やっぱ今日のミユちゃん可愛いですか。可愛い、可愛いよね、わかる。そうだから、いっぱいこれからも可愛い長坂をお届けするので、引き続きね愛してください、お願いします。また遊びに来てね、ありがとうマジこんなんそう、なんかとにかく可愛いと言わせまくってましたはい、なかなかにリアルでもこんなんだったよね今日、久しぶりに来た前じゃん。オッケーオッケー、え、久しぶりじゃん、めっちゃ久しぶり、何してたの。あーね、わかるわかる、え、めっちゃ久しぶりじゃん、今日暑いね急に話されるいや、そう、暑いけど、暑いけどみんなのために今日長袖来たんで、可愛いですか。え、可愛い、ありがとう、知ってる。そう、え、絶対見ました。あ、見たんだ。何の曲が良かったですか。あ、スイカベイビー、あ、スイカベイビーね、もう可愛かった。あの日もね、ツインテールしちゃって、もう可愛かったから、そうそう、可愛かったんですよ、ありがとうございます。福岡来る、あ、来る来る来る、オッケーオッケー、探すね、振ってください、サイリウム、ありがとう。こんな感じです次のシングル行ってみようかな。え、待ってるよ、超待ってる何できたのって以前言われた。何できたの、でも結構聞くかも。でも今日さ、すごい人いたんですよ、車できたみたいな、関東から、やばくない、強強じゃんあ、明日19時から SKE48 YouTube チャンネル生配信があるそうです。何の発表だろうもうカップリングかな。でもさ、すっごいここだけの話していい、もうここだけだからね、みんな、マジで今回のシングルの情報何も知らないんだよねはい、お腹すいたな。あー、外資ね、確かにコンサート情報ありそう。卒コンね、いやー、そうかそうか、そうだよね、もうそういう時期ですもんね、8月だし。そう、知らないんですよ、何も。
そう全くね来ない。さギュルルとお腹空いてきちゃった。今日はみえちゃんの券1枚のために名古屋に行ってきました。ありがとうございます。超楽しかったよ。またねぜひ皆さん遊びに来てください。どうするこの3人でさ新世代婚やりますみたいな発表だった。もうみんなびっくりしちゃうよね。池田さん上でも池田さんも心配して LINE してくれました。はい、あめっちゃお腹鳴ってる。はい、そう生誕 T シャツ着てる人いっぱいだった。みんなに着させました。なんかそう着てこない人多すぎてびっくりしちゃったんですけど、着てくるもんじゃないんですか。そうまあでもね楽しみです。日比谷夜音のチケットゲットしました。ありがとう。みも楽しみ。ゆねちゃんパレオ歌っとる。え何その可愛い光景。みも歌いたい。勝手に歌えよって思います。すみません。ゆか生誕って生きていきました。ありがとう。下には着れるよ。ダメだよ、ちゃんと上に着てください。そう心の中では着てない。なんで着てこないのみんな。そう1回目は生誕ティーでしたが2回目はゼップティーでした。えそうゼップティーも来てくれる方結構いて嬉しかったですね。中坂美恵ちゃんどれかわかるってみんなに聞いてました。みんなには聞いてないですごめんなさい。アルバムのサイン入りで写真届きました。ありがとうね。こちらこそありがとう。今日は両耳ともなんかちゃんいいね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 。まだ袋から出してない。もう早く来てくださいよ。待ってる待ってる。超目立つので本当におすすめです。結構ゼップでも見えましたよ、 T シャツ着てる人いると。丸亀製麺の店員さんに T シャツおしゃれですねって言われたの、ちょっと恥ずかしいな。それはさすがに、それはさすがに恥ずかしいけど、まあでもいい感じです。報告されるのみんな。すごいな。みーちゃんかわちいだってありがとう。ああオンラインサイン会こちらこそ皆さんありがとうございました。元気そうです。元気だよ。ご心配おかけしました。ゼップティーのままスガキ屋でザルラーメン食べました。いいね。みーもさ食べたいよ。ラーメン食べたい。今日はお昼うどん食べたんです。そうそうだ、うどん食べた。うどんしか食べてない。うどんと枝豆のスープしかね食べてないの。だから多分お腹空いてるんだよ。もうやばい。今日シャチモナカ本店に初めて行ったよ。あいかがでしたか。今あれですよ、シャチモナカ超安く買えるんだよ。みんな知ってる？多分個数限定なんですけど10個までとかかな。ビーフシチューは食べませんでした。なんかね食べなかった。ほらめっちゃお腹鳴ってるんだけど。やばい。中坂割引はないです。夕飯は食べてないの？食べます。この後ショールーム終わったら食べます。そう100円で売っているのでぜひゲッチュしてください。配信して間もなく50分。やったね、ありがとうございます。森の中で生誕 T を着てみようか。
な、着てみようや、着てみようや。今日やっと名機のキオスクでシャチモナカ見つけた。お、よき。今さらですが23日誕生日でした。おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアフンさん、ハッピーバースデートゥーユー、誕生日おめでとうございます。やっぱりちょっと一押しの座は奪えないと思うので、一押し単位で中坂美優ちゃんをぜひ押していただけたら嬉しいだけでございますし、やっぱそうですね。でも最近はすごく中坂美優推し感強めで、中坂美優とってもとっても嬉しいので、推し編しろなんて私は言いません。推し増しで構いませんので、ぜひ長坂美優ちゃんのことを一生推していただけたら嬉しいです。これからも一生よろしく。お誕生日おめでとう。イエイエイエイ、おめでとうございます。イエイエイ、やばいやばい。でもさ、眉毛が今日絶望的に下手っぴ。綺麗なんですけどね、こっちがちょっと上手じゃないです。中坂美優重い女じゃないです全然、はい、乗ってきた感ある。 Put your hands up, put your hands up. ほうほう。いつもソフトですか。本当にもっと圧強めが良かったですか。なんかさ、煽ってたりさ、圧をかけてる自覚がないのね、無自覚だからさ。だからさ、嫌だったら言ってね。久しぶりに中と書いて頭にですか、なんか書かないですね。みーちゃんモーターみたいにちょっと顔に落書きする勇気ないのではい、また気が向いたら書きたいと思います。気が向いたらね。恐ろしい、だって恐ろしくないよ。化粧はまあでもちょっとだけね、いつもよりキラキラしてるんです、涙袋が。それくらいです。あとは一緒ですよ、いつもと。可愛かったってこと。シャチモナカ100円は今度の土日だって。じゃあ67とかですね。スタバね、飲みたい、あれが飲みたい、山梨のが。でも山梨のも気になるけど、沖縄超うまそうじゃない、塩バニラチンスコ味みたいなもう一個どこだっけ、山梨がぶどうだったの覚えてるんですけど、もう一個どこだっけ。てか桃飲んでないの、終わっちゃったもん桃。でも中坂は福岡に行く日絶対にタピオカを買うって決めてるので、はい、タピオカ支援よろしくお願いします。いや、新しいバターアイス食べてない。石川のほうじ、あ、ほうじ茶ね、ほうじ茶か。ほうじ茶はね、牛乳で割らない方が好きなんですよねタピオカ、タピオカっていうかゴンチャに行きたいんですよ。なんでかっていうと、みゆの大好きな味のゴンチャが復活したの今、期間限定で。だから頑張って飲みに行かないわけならないんだけど、福岡に行ってる間に終わっちゃうんですよ。だから福岡のに行く日に帰ればいいなみたいな。だからどこにゴンチャがあるか教えてくださいそう、おかえりなさい、だってありがとう、ただいま。自分もそれ狙ってる。あ、本当に。何味、いちご杏仁です。ガチうまそう。でもさ、福岡行ったら食べたいものいっぱいあるわけですよ。もつ鍋とか博多ラーメンとか
とか持つって何ですか。通りもんこの前初めて食べたんですけど激うまでした。水炊きも有名なの？分かんない。何が有名なのかさ全然分からないんだよ。そう食べたい。内臓なんだ。じゃあ食べれるか分かんないけど食べてみたいと思います。明太子はちょっと食べれないので。ゆずぽの配信に行くからまた明日だって。いってらっしゃい。楽しんできてください。今日見に来てくれてありがとう。ごぼう天うどん美味しそう。なんかさ博多にさもふもふのラーメン、うん、もふもふのうどんみたいのないですか。もこもこのなんかもこもこのうどんねあるよね。もこもこのうどん、あおかえりだった。ありがとうございます。ただいま戻りました。博多駅の隣にゴンチャあるの。え、じゃあ博多駅で買おうかな。え、でも新幹線で飲みたいから。やかんで食べる。なんか違うんです。もこもこのなんかクリームみたいな乗ってるやつ。クリームなんていうの、なんか乗ってるの、ムースみたいな。うどんは柔らかいの。食べたい。名器にはないのかゴンちゃんピエン。なんていうのかちょっとわからないんですけどエスプーマって言うんですか、わかんないです。新幹線移動じゃないんですか飛行機だったらちょっとリッチやな。赤坂美優は昔、3時間半とかなんですよ新幹線で。やばいよね。一回行ったことある。一人で携帯も持っていない頃によくさ寝ずに3時間半、私何してたんだろうと思って本当に感心しちゃうわ。白いカレーうどんかな。え、それかもしれない。めっちゃ美味しそうじゃない。そうドラフト時代に行ったんですよね一回。夏休みで駅の売店の行列がやばいよ。8月になるからもっとやばそう。フェリー、あそうだ、名門太陽フェリー乗らないと。あれでもさ大阪南港まで行かなきゃいけないですよね。やばい。なんかさずっとさ寝転がって生きてたわけでありまして、中坂美優さ座ってるのがだいぶしんどいの。伝わるかなみんな。なんかひ膝がさすごいさシャキーンってさ切れてるんだけど怖いね。よし、 CBC ラジオ祭りも行きたかったんですよね。寝ながら配信直美ひなのみたいなことはしないですけど、今日みんなに会いましたそうみんなで久しぶりみたいな。今日はレゴランドもやばかった。人多かったですか。レゴランド行ったことないや。一回行ってみようよみんなで。そう久しぶり。寝ながらっていつ気づくか配信しましょう。でもさなんかブスやん寝ながらやったら。だからさ気づくやろ。あ今日から仕事復帰だった。一緒だ。お疲れ様です。親子連れ青の目線いたよ。おいいですね。なんかファンの方が言ってた、人の波に乗っ、なんていうの、人がいっぱいそっち向かってからそっちついてったらポートメッセージじゃなくてレゴランドだったみたいな。そう
そう、キミちゃんともうなんかさ、7月のスケジュールがもうキミちゃんと全く一緒だったのね。で全く一緒で、もう全く一緒にバタンキューしてみたいな、全く一緒に復活してるんですけど、もうさ、キミちゃんとさ超仲良しになった最近。なんかこのね期間中、お休みをいただいてた期間中も、キミちゃん、チーム S の中だったキミちゃんと一番 LINE してました。うん、キューキーはね、うん、あ、一番誰だ、でもピオスさんより、ピオスさんともめっちゃ LINE してたんですけど、キミちゃんとも LINE してました。はい、キミちゃんは返してくれるので LINE してました。でもみんなから心配の、そう、キューキーみんなから心配のね LINE がね来たんです。キミちゃんと共通の話題何？でもなんか普通に真面目な話です。なんか保健所から電話来たみたいなクソ真面目なん、もうなんか初日に LINE したので、もなやんは初日にもう LINE が終わったのでそっからしてないそう、なやんかお大事に行ってきたから、あなたもねって言いましたそう、みんなショールームしてるんだが、あゆかさんもなった日に、そう、なんか LINE してくださって、なんかな、みえちゃんがコロナじゃないことを祈ってるねって LINE してくださって、うん、今から行ってきます、陽性でした報告しました。おかえり中坂、こんばんちゃ、こんばんちゃ、お久しぶり。はい、マジ優しいです。復活おめでとうございます、だってありがとうございます、イエイイエイイエイそうだから、まあでも LINE はそうですね、天使ちゃんと一番してました40度だってやばい、大丈夫でしたか。そう、明日そよこにゃんさんがね復活したらチームS全員復帰ということでね、また広がらないようにちょっと感染対策バッチリ頑張りたいと思うんですけどね、やっぱどうしてもステージ裏って密室になってしまうので難しいなと思いながら、はい、頑張って対策でも、みゆずっとマスクしてたんですけどね、まあ、でもね公演中はどうしてもマスクを外してしまうので、まあそういうこともあるということ、皆さん気をつけてください。症状は、まあ、でまた今度アメブロにあげるのでぜひ読んでください、はい、症状のアメブロはもう書いてあるの、あとあげるだけなので、明日はミクルンの誕生日だからおめでとうしてあげてね。そう、ミクルンの誕生日です。そしてミクルンがですね、なんと、8月からね、なんかリバイバル配信みたいなの、自分で選べるみたいなやつにね、してるらしいんですけど、して始まるらしいんですけど、ミクルンがなんとソロ公演を選んでくれて、中坂美恵のあの、伝説のね、16人姉妹が見れるということなので、ぜひ、チェックしてくださーい。はい、ソロ公演がなんとまた見れるということでチェックしてくださーい。はい、伝説です。そう、アメブロも今日の分、公式ブログも今日の分は書いてるんですよね、もうあとは投稿するだけ。そう、皆さんも気をつけてください。なんか私たちの中ではなんかもう全然そんな ならないと思ってたから、なんかなってびっくりしましたね。はい、そう、あの伝説見れるのでぜひ見てください。またやりたいソロ公演、次やるときはね、あれやりたいです、渚のチェリー。そう、今回のは一味違いそう、あ、本当に楽しみにしててくださいはい、
そうだからなんかね意外とねならないと思ってたらなるのでみんな気をつけてください。一人投げ3チェリー、はい一人です。あれはちょっとね後ろの人を選べないでしょ。今やってもええんやで。いつかやりたい。でも全然振りわかんない。チェリーチェリーボーイ、チェリーチェリーがあなたが走る。なんかミューたちがなった方じゃないやつが今また流行ってるらしくて、あとインフルエンザが流行ってるらしいのでみんな本当に気をつけてくださいね。はい、そう、声がやっぱりいいわね。ありがとう。長坂さん不足が解消されました。やったねー。石塚さんも元気でしたよ。今日あれ来てました、ラブラブラブミードゥ。ミュウはなんか喉が痛くなるタイプのやつだったんですけど、喉が痛くなるタイプのやつの1個前のやつがまた流行ってるらしいです。なので皆さん気をつけてください。よう分からんけど、そう、あとインフルエンザが流行ってるので季節外れですけど、すごくでも油断は大敵ですからね、気をつけてください。皆さん喉が痛くなったら休むことを、本当になんかクーラーっぽくないんです。なんかクーラーで痛めた時とは違う痛みでしたね。なんかもうトゲぶっ刺さるんじゃないかみたいな、トゲトゲチクチクした痛みでした。さあオフィシャルなの、カワチはいカワチって言ってください。乙女でやたらに消毒したのは私で大事です。中坂美優もあの持ち歩いてるんですよ、この消毒スプレーを。したらなんか中坂学んだって青海に言われたんですけども、中坂みコロナになる前からこれ持ち歩いてるんですよね。これすっごいね大容量なんですよ、超大容量なのにマジ減らない、まあ、大容量が減らないしすごい超ミストなの。ほらこれがすごいもう消毒はいされているんだと思います。これをね長さか持ち歩いて、ちょっとでかいのがあれですけど、でもまあまあ良きスプレータイプです。そう、あとこれはなんかシューって出続けるタイプのやつなのですごいいいなと思いましてご購入しました。カバンが大きくなったのね。なんか前使ってた、なんか紹介したじゃないですか、ハニーズで買った可愛いカバン、あれ壊れちゃったんですよ。だからあの新しいカバン買ったんですけど、ウェイクアップです、動けっていうことですね。タワー、あー本当だ、フラミンゴだ、ありがとうございます。シルルルンさんだ、ありがとう、すげえすげえ、パチパチありがとうございます。これは1000円しないのに多分今ね2、3キロあるんですけど全然破けないですね、超強い超頑丈。あと大好きなカラメルさんのあれしたら携帯と財布消毒すると良きです。中坂でも持ち物全部消毒します、特に携帯は家帰ったらすぐ消毒してます、はい、
起きろか動けだと思ってます。まあまあミュウにぴったりですね。でもなんかさ、ミュウすごい低血圧なんですよ。そう、健康診断を受けたんですけど、ゴールデンウィークくらいにそうね、なんかその血圧がすごく低かったのね、自分の中で。あ、低いなって思ってたら、あの去年の結果もついてたんだけど ね、 あのね、去年 A だったのにね、あのね B になってたの、低血圧で。そうだからね、あの低血圧だから朝起きれないんですよ。で、なんかもう今日マジ起きれねえって思った日がこの自粛中に1回あったの。本当にやべえと思って、その日はすごい低血圧の日でした。そう、低血圧で、あのもう起きれないでも自分の恐怖なところは、眩しいから一回6時とか7時に起きるんですよ。あ、眩しいと思って起きて、窓じゃないカーテンを閉めてもう一回寝るんです。そう、女子みたいに、女子だよ女子。そうでね、中坂美優のね健康診断でね、唯一ね、あのね、なんとね D 判定があったんですよ。 D 判定ってさ、やばいやん普通に。え、どこだと思いますか皆さん。ただいま、おかえりだってありがとう。そう、二度寝って気持ちいいよねそれな。視力かな、鼻、肝臓まだタワーだ、ありがとうございます。いや、ありがとうございます、猫耳にゃんにゃんさん、ありがとうすごい。まあ、どこがっていうと、なんとあの身長に対しての体重が、あのやばいみたいな、なんか BM なんちゃらみたいなあるやん、あれがねなんかダメなんだよね。なんか最低でもここまであってほしいみたいなラインを下回ってるんですだからね、あのそう、ミは痩せ型です。まあでも太ろうと思わないので、別にそこはまあ D 判定でいいかなと思っていますはいふふ、少ない方ですよ、多い方に見えないやろ見えるかな、背が伸びたから。そう、確かに背伸びてる割に体重マジ増えてないから、超自慢してやる。いっぱいシャチもなんか食べよう、食べる、復活したら言おうと思ってたんですけどシャチもなかさんのね水まんじゅうってね、あん豆腐をね食べたんですよね、この前。あと プリンじゃない、あれアントワネットも食べたんですよ、美味しかったです。いや、標準体型ならね、ユキユキですよ皆さん。うん、あの下もさダメだけどさ、上のさ D 判定も危ないからみんな気をつけてね。そう、水まんじゅう激うまでした、本当に。もう私の大好きな水まんじゅうだった喉痛くてもダメです、もうなんかトゥルンって感じ、トゥルンみたいな。そう、腹筋割ってこう、腹筋割りたい。みんな真面目に健康診断行くんだよ、がんは守るだよ。それな、丸さに磨きがかかりました。そう、水まんじゅうすごい、ね、美味しいです。メタボ予備軍です、予備軍ならまだ引き返せる、いけるで。年々 C や D 判定が増えていくのよ、あー怖いいやでも健康体なのが売りなので。 SK に入って初めて風邪ひいたんです、コロナで。やばくない？
3年半よくさ一度も倒れなかったよね。ご診断は学校でやりました。そう、健康診断 E 判定だった。ちゃんと再検査しに行かなきゃダメですよ。採血とかはしてないですね。そう、元気娘です。温泉行ってたの、いいな。後遺症なんもないですね。そう、ラーメンばかり食べてた。毎回ドキドキよ。それは良くないです。ちゃんとバランスよく食べましょうね。そう、丈夫に産んでくれたご両親に感謝ですね。本当ですよね。なんか長坂は最初結構ねやばかったらしい。あの入ってた NICU とかに多分いたらしいよ。生まれた時いたか分からんけど多分いたと思う。健康診断でバリウムをおかわりさせられた。わー、つらつらつら。そう、 NICU 知ってる理由その1、自粛期間にコウノドリを見たから。はい、誰情報のお母さんです。なんかあの泣かなかったんだって。あの長坂が生まれた時にね、もう赤ちゃんってさ泣いて、まあ、呼吸をするじゃないですか。でも泣かなかったからいたの。そう、それ月にバリウムが、ああそう、医療ドラマ大好きすぎて。でもコウノドリしか見てない。あ、そんなことないわ。でもね、あの逃げるは恥だが役に立つも見てたんだけど、なんか360週くらい、なんて、なんだろうね、なんかさ、みんな好きなシーンが終わったら見る気がさ、ヒューンってなくなっちゃってさ、多分8話くらいまでしか見てないんだよね。え、コウノドリもやばいですね。コウノドリのシーズン2でどうしても見れない話が1話だけあるんですよ。6話とか7話とかその辺の、回なんですけど、マジで見れなくて。だからそこだけもうコウノドリも3回くらい見たんですけど、そこだけマジで1回も見てないです。今そうですが、今日の服も可愛いですね。ありがとう。食べないリカゴはね見たことないですね。ゆりちゃんが好き。いや、わかります、わかります。ゆたもうすぐ本当は6000人だよ。嬉しい。忙しくないと思うけど無理しないでね。ありがとうございます。ぼちぼち中坂も頑張っていくの。8月は本当にね素晴らしくね、いっぱいお仕事がありますのでね、ちょっと無理はしない程度にたくさん楽しむ準備できてるかっていう感じでいきたいと思います。今期のドラマが全然見てないんだけど、今期あのパパと娘の7日間も気になってる。1話だけ見た。あとなんだろう、うん、ほんといろいろ見たいなって思ってるので見れたらいいなと思います。はい、ガッキーさんの多いね。あ、そう、でもガッキーさんのじゃなくて、あの2022リメイクバージョンを見たいんですよね。そう、長ちゃん選ばれる人になってきた。そう、ありがたいことに本当に選んでいただく機会がすごい多いのと感謝です。リメイクがあの飯沼愛さんがガッキーさんの役で、
あのやられるリメイクが始まったばかりなので、ちょっとそれを見ています。中坂はそう、そう実質ガッキーです。ガッキーさんです。 Yeah。 ああもう21時50分ということで、楽しい時間はあっという間で次が最後の曲になってしまいます。それでは聴いてください。散歩テンテテテテンテンテンテテテテンテンテンテテテテン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 、歩こう歩こう私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう坂道、トンネル草っぱら、一本橋に猫も紅茶に道、雲のすくぐって下り道、ということで終わります。あ、そうです、パパと娘のやつ小栗ゆいさん出てます。やばい、画面が固まってた、ギフトが読めないよ。なんでさこういうことがさ起きるのでしょうか皆様。あ、動かない。あ、動きました。じゃあ読みます。ゆうせさん、シャボン玉、ビキニブタさん、水鉄砲、どうなったの、倉島さん、チンアナゴ、夏休み、かとカトちゃんペナチ休みさん、カトちゃんペナチ休みさん、夏休みカトちゃん、水鉄砲、ガローさん、スイカピピピピさん、タラノープピースさん、レインボー、マルタンさん、チアナゴ、リンちゃんさん、レインボー、ビキニブタさん、タコさん、シアさん、ハート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 、ビキニブタさん、ラブレター、ランドセルラスカルさん、ハート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 、リンちゃんさん、タラのオンプ、エスキーのクマさん、チアナゴ、ランドセルラスカルさん、エスキーじゃなかった、ハート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 、こじこじさん、レインボー、ランドセルラスカルさん、かわいい、忍者豚さん、チアナゴチアナゴ、シュルルルンさん、スイカ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 、Kさん、ありがとう、シャチホコさん、チンアナゴ、ランドセルラスカさん、シャボン玉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 、リンちゃんさん、タラノブタラノブタラノオンプ、ダルマさん、シャボン玉、リンちゃんさん、タラノブタラノブタラノブタラノオンプ、ジャンガリアンハムスターさん、ハート、リンちゃんさん、タラノブタラノオンプ、ジャンガリアンハムスターさん、ハート、リンちゃんさん、タラノオンプ、ジャンガリアンハムスターさん、ハートハート、ゆうかさん、タラノオンプ、ジャンガリアンハムスターさん、ハート、ゆうかさん、タラーの音符、ランドセルラスカーさん、水鉄砲、ここで一発さん、かわいい、だるまさん、チンアナゴ、シルルルーさん、シャボン玉、ランドセルラスカーさん、ありがとう、だるまさん、スイカ、シルルルーさん、かわいい、かわいい、ランドセルラスカーさん、お疲れ、だるまさん、小判、小判、小判、シルルルーさん、かわいい、だるまさん、小判、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。イェーイ。認めちゃおうや、認めちゃおうや、やばいの、コメントがすぐ固まってしまうんだが、どうしたらいいのだ、みんな。では消えてしまったの見えます。あ、そう、宿題ね、終わってないです、1個もやってない、大丈夫、安心して。自転車ラスクラさん、スイカ、リンちゃんさん、スイカ、ナッキーさん、頑張った、これはここ座っていいさん、バブルクマクマスペシャルサマン貝殻パッカーンと、ありがとうございます。夏休みカツちゃんさん、チンアナゴ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 、ガローさん、水鉄砲カツちゃんさん、夏休みカツちゃんさん、チンアナゴチンアナゴチンアナゴ、シアさん、チンアナゴ、長坂パジャマさん、タコさんタコさんタコさん、ランドセルラスカーさん、レインボー、ウマルタンさん、チンアナゴ、おしさん、かわいい、白の
白の猫さん、チアナゴチアナゴ、中坂パジャマさん、スイカスイカニキちゃんさん、あニキちゃんじゃなかった錯覚だ、リンちゃんさん、レインボーシャーさん、スイカだるまさん、スイカ彦星さん、スイカランシュラスカさん、レインボーキラーノノさん、レインボー、いちごさん、チアナゴチアナゴ、ランセルラスカさん、レインボーシルルルンさん、レインボー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 、ガロンさん、スイカジュース、アイスクリームパクパクさん、チアナゴキラキラ星さん、チアナゴマルタさん、チアナゴコジコジさん、かわいいダダさん、チアナゴ、中坂さん、チアナゴ、ブタさん、チアナゴ、ガロンさん、スイカ右にブタさん、チアナゴシルルルンさん、かわいいコジコジさん、かわいい、これは何だろう、モフモフさん、モフモフさん、チアナゴカパさん、チアナゴシャーさん、レインボーキラキラ星さん、かわいいウマルタンさん、チアナゴエイトさん、スイカビキニブタさん、尊い彦星さん、スイカ、中坂さん、チアナゴとスイカジュース、ビキニブタさん、アイスクリームリンゼントオラオラさん、チアナゴチアナゴ、だるまさん、かわいいシルルルンさん、ナイトプールでふうふう、かわいいかわいいギャルピッピーターン、ありがとうございます、ありがとう。そして中坂さん、チアナゴウキーさん、チアナゴチアナゴ、猫耳ニャニャさん、貝殻パッカーンクマのバブルふわふわモコモコ、キュートなサマータワー、ありがとうございます、ありがとう。夏休みカズちゃんさん、水鉄砲ビキニブタさん、水鉄砲、倉島さん、チアナゴ、あこの辺読んだな、あ読んでないか、いや読んだな、ありがとうございます皆さん。そしてそして社長子さん、チアナゴ、ここ座っていいですよ、ここ座りーさん、チアナゴひひんさん、チアナゴここ座りーさん、とうとうありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。やばい時間がないということで、今日の中身73位読みます。今日の中身73位はデケデケデケデン、あお花のバターに戻ってる、お花のバターのふんさんです、ありがとうございます。イエーイ、では20位から読みたいと思います。いきます、せーの、ピースさん、モフモフさん、リンちゃんさん、中坂さん、トマトさん、ウキーさん、グデタマさん、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう。では13位から読みます。13位、さんありがとうございます、ビキニブタイヤン。12位、さんありがとうございます、真っ白の猫ちゃん、ニャンニャン。11位、さんさんありがとうございます、こじこじはこじこじだよ。10位さんありがとうございます、焼き鳥スーパク。9位さんありがとうございます、キラキラ彦星。8位さんありがとうございます、シャー。7位さんありがとうございます、意識しなくたって I love you。 6位さんありがとうございます、ガロさん。5位さんありがとうございます、ランシェルラスカル。4位さんさんありがとうございます、夏休みだほほほほほぺ。3位さんありがとうございます、ガロさん。2位さんありがとうございます、猫耳ニャンニャン。そして今日の1位はドクドクドゥドクドクドゥドク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 ドゥンデン、さんです、イエーイ、せーの、シルルルン、ありがとうございます、シルルルン。そして猫耳ニャンニャンさんとシルルルンさんとココスワリーさん、タワーありがとうございます。ということで改めまして、10日ぶりのショールーム見に来てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフト投げてくださった方もありがとうございました。これからも引き続き毎日配信してまいりますので、ぜひ見守っていただけると幸いです。では終わります、せーの、バイチャー、じゃんけんぽん、あっち向いてほい、合言葉はピアス、バイバーイ、ココスワリーさんもありがとう、イエーイ、バイバイバイバーイ。